はい、どうもじゃ。今回はですね、またタイトルにもある通り、また入りデッセントのガラスです。いや、入りデッセントみたいなガラスを作ってみようっていうか、作れるのかっていう感じの内容です。で、前回はですね、ネイルのね、道具使ってこういうのを作ってみました。これ分かるかな、なんかキラキラって色ついてるでしょ。で、これをこういうネイルのね、オーロラパウダーとかミラーパウダーっていうやつね、まあ、こんなのを使ってちょっと色をつけてみたんですけど、今回ね、ほんとたまたま偶然面白いのを見つけました。それがですね、こちらです。スプレーラバーペイント、ゼクーっていうのかな。で、ここね、変幻色っていうやつ、これね、全然別の目的で僕ネットで買ったんです。ガラス関係なくですよ、別の目的で。で、使っててキラ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 って光ってて、これガラスに使えんじゃねって思ったんですね。だったらもうやってみようというわけで、ちょっと今回試していきます。はい、なんかまだ年明けてちょっとなんかグダグダだな。よろしくお願いします。で、今回はこういうクリアとこういう緑ね、とりあえずこのガラス使います。今回はね、絶対もう勝負は早い。絶対早い。もうこのスプレー吹きつけるだけなんでね。よし、とりあえずこれでまあいいかな。さあ、これ実際ね、これ緑、これがスプレー吹いた面ね、吹いた方ね、まあこんな感じで、裏から見たらこう分かんのか、カメラで、まあ、こんな感じかな。カメラでどうやって映ってるんだろう、ちょっと僕まだ分かんないんですけど、まあこんな感じです。で、問題はクリアっすよね。これがスプレー吹いた面ね。で、これだ。なんかすごくない？これ。なんか、いや、すげえな、これ。やっぱガラスに使えるかもって思ったら使えたわ。なんだかんだ、今年もやってみるもんだな。まあ、こんな感じです。まあ、ここまでは確かにすごいですが、まあ、ステンドグラスで使う場合はこのテストもやっときたい。ハンダの熱、ハンダゴテの熱と薬品ね、これでこのスプレーのこの表面がどうなるかっていうことをちょっと試します。はい、というわけで、これなんかすげえな、ほんと。なんか思ったよりも成功っぽいよな。で、これね、前回のミラーパウダーでやったガラスにも吹いてみたんです。これ。違いが分かりますか？っていうか分かるよね、これ。これ絶対今回のスプレーの方が綺麗だよな。何回も言ったけど、カメラでちゃんと映ってるのかはちょっと分かんないですけど、ね。
まあ、今回ねちょっと試しにやってみたけどこれ面白いですよね。でねこれねここにラバーペイントって書いてるんですけど、これねこれだけじゃないんですよ。これねこの ここの説明に液体ゴムの塗装スプレーです。鉄、アルミ、ステンレスなどの金属やガラス、プラスチックなど様々な素材に手軽に塗装できます。ポリスチレン、ポリカーボネート、塩ビ等のプラスチックは不可。飾り付けに最適で用途やお好みに合わせて多様なカラーが選べます。柔軟性が高く綺麗に剥がせます。剥がせろ。剥がせるんですって。これねおお、これわかる？なんかゴム質だから剥がせんの。これね、これなんかすげえな。これすごくない？はい、というわけで今回はこれ使って、まあ、こんなのちょっとテストしてみました。まあ、今回はこれで以上になりますが、やっぱやってみるもんだね。よろしくお願いします。